セネットは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、大西洋に生息する、カマスカの小型種、ノーザンセネットとサザンセネットにちなむ。ノーザンセネットセネットは1944年3月8日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年6月6日に、ロスコー・ダブーダウンズ夫人によって、命名、浸水し、 1944年8月22日に、艦長ジョージ・イポーター・ジュニア中佐の指揮下収益する。セネットは9月18日に偽装が完了し、10月22日まで、コネチカット州とロードアイランド州の沖合で、訓練演習及び魚雷発射艦の試験を行う。その後、メリーランド州ソロモンズの機雷試験場で機雷及び、水雷のテストを行う。11月11日に、 パナマ運河地帯のバルボアへ向かい、さらなる訓練演習を行う。セネットは11月29日に、真珠湾に向けてバルボアを出発し、1944年12月16日に到着した。セネットの艦上兵装は、最初の紹介に出航する前に、5インチ砲2門、40ミリ機関砲2機、および50口径機銃3機に増加された。1945年1月5日、 セネットは最初の紹介で小笠原諸島方面に向かった。1月28日まで小笠原諸島北部を中心に紹介を行った。1月21日に3隻の護衛艦を伴った大型タンカーに対して2度の攻撃を行うが戦果はなかった。1月23日には北緯30度00分統計140度50分。 北緯30.000度統計140.833度、30.000140.833 30. の地点で500トンクラスの小海艇一石を沈め、もう一石を破壊した。撃沈された方は特設監視艇第7。海南丸であり、破壊された方の鮮明は不詳である。1月31日、セネットは25日間の行動を終えて、サイパン島に帰島した。二月七日、 セネットは2回目の紹介で、ハダック・ラガートとウルフ・パック、ラタズ・ランサーズ・ラタ・エス・ランサースを構成し、小笠原諸島方面に向かった。この紹介では、この方面にある特設監視体群を蹴散らして、来たるべき、硫黄島の戦いを支援する、第58任務部隊や B-29 などへの手助けをする任務が与えられていた。2月13日早朝。 ラガートラのウルフパックは漂白していた。特設監視艇を発見し攻撃。ラガートを中心にハダックとセネットで包囲体制を作り、6時20分に特設監視艇、第8こと白丸と第3号、昭和丸に一方的な戦いを行った。2隻の監視艇も必死の反撃に打って出たが、全く勝負にならず、あっけなく撃沈された。ウルフパックは、 残骸や脱出した乗組員を銃撃した後、ラガートとハダックはさらなる獲物を求め、別の特設艦指定と高専を文後水道方面へ、セネットは、ラガート、ハダックとは、離れて、キー水道方面に展開していった。3日後の2月19日、セネットは、北緯32度10分統計135度54分、北緯32.167度統計135.900度、 32.16735.900の潮の岬沖で2000トンの船を発見。この2000トンの船は日本海軍の不設定生成であった。生成に対しセネットは後部発射管から魚雷を補、二度の爆発音が聞こえたが、先行途中に日本軍機からの爆雷攻撃を受け、二度の爆発により激しく振動した。セネットは1時間後に浮上。 湯と残骸の跡を確認した。3月9日、セネットは30日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島潜水母艦アポロによる整備を受けた。電乱不設定初島4月2日、セネットは3回目の紹介で日本近海に向かった。4月16日、浮上航行中に紹海艇から日本の魚雷攻撃を受けたが交わした。3日後の4月19日朝、セネットは、 キー半島市、江崎付近で、東京港に向かっていた船団を発見。セネットはこのうちの一隻である、鋼丸を攻撃、右玄に魚雷を命中させ1分で合沈させた。また、返す刀で、第97号架戦特無艇も撃沈した。22日には P-51 から脱出した、パイロットの救助活動を行う。パイロットは、艦の100フィートの位置にいたものの、 彼を救助することはできなかった。4月28日、セネットは、北緯33度58分統計136度17分、北緯33.967度統計136.283度、33.967、十3 6 2 8 3の地点で、電乱不設定初島に、電池魚雷2本を発射し、艦首とメインマストの下に命中して初島は、 完備から沈んでいった。5月1日には、津波沖で、浅潮型駆逐艦と判断された第50号海防艦に、対して、巨雷5本を発射、全弾回避されたと判断されたが、実際には1本が、第50号海防艦の完備に命中し、後部艦隊を8メートルほど切断され漂流。ミロズ海岸に座礁した第50号海防艦は、後に不要修理された。5月16日、 セネットは43日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がチャールズ・アール・クラーク・ジュニアに変わった。7月1日、セネットは4回目の紹介で日本海に向かった。これより、先の6月に実施されたバーニー作戦以降、アメリカ潜水艦にとって日本海は特別な海域ではなくなっていた。7月28日、セネットは、 北緯41度11分統計139度51分、北緯41.183度統計139.850度、41.183139.850 41. の津軽海峡西方沖で萩川丸を、秋田県入道崎沖で、第15雲海丸と白栄丸の合計3隻を撃沈。7月30日にも北緯42度37分、 東京139度49分、北斐42.617度、東京139.817度、42.617、139.817の北海道を持った三崎東大沖で広島丸を撃沈した。セネットは、この紹介で4席1万、8月9日、セネットは34日間の行動を終えて、サイパン島に帰島した。 太平洋戦争が終わるとセネットは本国に帰国し、大西洋艦隊に配属され、コネチカット州ニューロンドンを拠点として活動を行った。セネットは1946年6月にバルボアで第6潜水船隊に再び配属され、12月10日から1947年3月13日までリチャードバードによって行われた3回目の南極探検。 ハイジャンプ作戦に参加した。ハイジャンプ作戦参加後1949年まではバルボアで活動し、その後第12潜水船隊に配属されると、フロリダ州キーウェストを拠点として活動した。セネットはキーウェスト及びキューバのグアンタナモアンで潜水艦乗員訓練及び対潜水艦船訓練に従事した。1951年にはフィラデルフィア海軍造船所で、 フリートシュノーケル回収が行われた。回収なったセネットは1954年11月4日にキーウェストを出港し、地中海で最初の第6艦隊配備につく。1955年1月30日に帰還すると、1959年8月1日まで沿岸での訓練活動及び艦隊作戦活動に従事した。その後第4潜水船隊に配属され、 チャールストン海軍兵器ステーションを拠点として活動する。続く9年間にわたってセネットはサウスカロライナ州チャールストンで大西洋艦隊と共に作戦活動に従事し東海岸、カリブ海、大西洋で活動した。1968年12月2日にセネットは退役、同日除籍され、セネットは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖書を 受賞した、ありがとうございます。